私がやるんだとかじゃないんです、うんうん、あのデイビッドとかもいいんだけども、カスティもよく言ってたけども、大概私たちがそのするようにガイドされているのは何かっていうと、リラックスすることです、うん、力を抜くことです。これでうまくできてるんだろうか、この祈りでいいんだろうかっていう疑問が現れた時、まあ大体その疑うっていうのは自我なんですけど、まあ大体その疑問が出てきた時に、質問ですね、大丈夫なんだろうかっていう質問が出てきた時に、そのこの世で一番真っ当な質問を思い出すこれでできてるのかな、この世のよりでいいのかなとかいう、そのあらゆる質問疑問が出現してきた時に、真っ当な質問を1個だけを思い出すっていう訓練。私は神に私の全てを与えてもいいんだろうか、与えるつもりがあるんだろうか、与えてしまってもいいかな、どう思うって自分に問いかける。神が私を救済してしまうのを受け入れてもいいんだろうか、私神の救済を受け入れてもいいかな、救われたい、今は抵抗満載だけども、でも必ず必ずどこかの時点で私は神に全権力を与えたい、まあ、自然にそっちに向かっていくと思うんですけどね。いろんな疑問や疑念や質問が自分の中で上がってくるんですよ。でその質問について自分で答えを出そうとするみたいな、そのずっとそれで一日中こうぐる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 思考が回ってたりするんだけども、そのまあほとんどの疑問や疑念や質問ってただの時間稼ぎなんですね。自分の気を散らすための質問だったりするんですね。でもそれらの疑問や質問は出るに任せて、出てきては通り過ぎていって、でまともな質問、真っ当な質問をたった一個思い出す。私は本当に私の人生すべてを神にあげてしまって完全な幸せを受け取りたいんだろうか、幸せになってもいいんだろうか。でまあそこで、えそれは怖いとか出てくるかもしれない、怖いとか出てくる、その神に全部あげたらどうでこうで出てくる、あこれがどうか消えていきますように。だいたい無駄な思考で一日費やしてるんですね、私たち気がつくと。でその無駄な思考が浮き上がってくるのは悪いことじゃないんですけども、その無駄な思考にあまりにもその自己同一化してそれを深刻に受け止めるって言って疲れ切っていくんですね。だからその無駄な思考、無駄な疑問、無駄な質問が100も200も1000も5000も上がってきたら上がってくるに任せて、で一瞬一瞬軌道修正していく、まともな質問をする自分自身に、私は本当に神に私の全てを捧げてしまって完全なる平安、完全なる幸せを受け取っても大丈夫だろうか、幸せになってもいいんだろうか、自分をそれに許可してるんだろうか、本当に神に自分をあげちゃってもいいのかな。でもどこか薄々分かってる、そうすれば神にあげてしまえば全ては丸く収まるってどっか知ってるんですよ。それでも完全なる究極の安堵がやってくるってどっか知ってるんですよ。知ってる部分があるんで、それを自分に問いかけても、いっぱい抵抗が現れても、でも知ってる部分がある、それがその一番自分に必要なことだって知ってる部分があるわけで、知ってる部分がちょっとずつそれしかないでしょうって浮き上がってくると思いますね。それ10年かかるかもしれません。でも毎日自分に問いかけてもいいぐらいですね。私どうしたい、
もともと神のものなんですね。神の子って、神の子は神の子のものじゃないんですよね。神の子は神のものなんですね。神に属しているので、神の子は神から現れてやってきており、神の子を所有しているのは神なんですね、もともと。でもそれを神から神の子を奪い取り、神の子を自力で別物にしようとしてきた、フェイクを作ろうとしてきた。でもそれはできてない、やれてない。私は私を所有できない、私は何をどう頑張っても私は私のものではない、私は神のものなんで。今もなおそうなので、自分の病気が癒されて神に私の全てをあげますって、あげますも何も神のものなんで、神の中にいるんだけども、自分が狂ったんで病気になって中毒状態になって、ありのままを見れなくなったんで、もう今もずっと、今までもずっと神のものなんだけども、いいです、私の全てを神にあげます、私はあなたのものです。そのただ、自分の妄想が取り消されて元さやに戻るっていうのは、自分の頭の中で元さやに戻るだけなんですよ。そもそも神に属していて、神が所有してるんです、私のこと。私の人生、私の命、私のものじゃないんです。実際神に属していて神のものなんですね。それ奪われるとかじゃなくて、神が持っているものを全部与えられていて、私たちが持っている全ては神に属しているんです。だから何も奪われてないんです。全面的に与えられている。でも神から分離して自分だけのものとかにできないんです。神のものなんで。ちょっとわかんないけれども、なんかそれに耐えられない感じ、耐えることができないぐらい怖さにダイブしちゃうわけですよね。おそらくごまかさなくなると恐怖に完全に自分はダイブするわけですね。うすうす気がついてません？その恐怖に完全にダイブするとひたすら怖いって感じ。それは怖さの表層とか真ん中辺にとどまっている時なんだけど、怖さにダイブするっていうことは怖さの最後の最後のそこまで落ちるんですね。そこにつくんですよ。一番奥につくわけです、怖さの。だって完全にダイブするわけだから。そのチューブラリンの怖さの表層とかチューブラリンのところにとどまらないです。怖さにダイブするんで怖さの最後の底まで行くんです。怖さの最終地点まで突き破ると何が起こるでしょう？最終地点は楽ちんかもって。そう、その恐怖が無だったって分かっちゃう地点ですね。怖さの最終地点まで行っちゃうと。恐れっていうのは限界があるんですね。恐れって本物じゃないから、永遠じゃないんですね。限界があるんですよ、っていうと、恐れの、例えばその恐れの1っていう地点から1兆っていう地点までその層があるとして、恐れがやだやだって言ってこの1ぐらいでこう触れたら戻る、触れたら戻る、ここら辺でもああ怖い、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 こう 何億年も入れる。でも恐れから気を散らさずにドーンってそのダイブしてしまうと限界があるんで、恐れは、恐れの最終地点ってあるんですね。恐れって無限じゃないので、ダーンっていくとあ、なかったなるんですよ。でここに愛があり光があるわけです。救いに対する恐れのあたりにあるけど、その救いに対する恐れじゃない他のチャプターとかそのセクションにもいっぱい多分書かれてるんですけど、実のところ恐れを恐れているので恐れから気を散らそうとこう頑張ってるんじゃない。知ってるんです。恐れには限界があり
恐れをちゃんとこう避けないで恐れの中に気絶してダイブしてしまうと、それが無だったっていうことがバレちゃって、そこには神の愛があり、私は全世界捨て、捨て去ってもう神の中に溶けてしまうだろうって、そっちを求めてしまうだろうって、あなたが恐れてるのはそれですって言ってるんだけど、だ私が恐れてるのは恐れじゃなくて、恐れが隠している愛を恐れている、光を恐れている、真の自己を恐れてるんだ。であれば恐れる必要あるんだっけ。恐れは消えませんよ。今その光を恐れるとか愛を恐れるって消えませんよ。でも理論的に愛を恐れる、光を恐れる、神を恐れるって理にかなってないんですね。神は恐ろしいものじゃないので、うん、自我から言い合わせれば神は恐ろしいものなんだけど、お前を罰しに来るぞって自我から言い合わせれば神は恐ろしい。でも本当の自我が言うところの神じゃなくて、本物の神は愛なので、愛も光も裁かないし、罰さないし、攻撃してこない。ただ愛で包むだけなんですね。恐れる必要のないものなんですねこれリズメしていくとそういうことになるんですよ。だから恐れを回避する必要ないんだよな。その恐れには限界があり、これはあっという間に消えてしまって、それが無だったっていうことに気がつかされて、ああ恐れる必要のない愛がそこにあった、私はそれが欲しかった、でそれを受け取る、それだけがそこにあるはずなんだけど、それを自我はやめろやめろって言っているわけですね。恐れる必要のないものを恐れているんですよ。で今すぐ愛を受け取れなくてもしょうがないです。でもリズメすると、恐れる必要のないものを恐れ続けて疲弊しているっていう事実をただ自覚することはとても大切で、そうやってもうものすごい 100% ジタバタしてたのが、だんだんだんその ジタバタがちょっとずつ軽減されていくんですよ。だってリズメしていくと、恐れる必要のないものをずっと恐れ続けている、なんでだっけ。催眠術にかかってる状態なんで、恐れる必要のないものを恐れるようにシステム化されてるんですね。そのように電気信号がやってきて、その電気信号のままに神経が動くみたいなふうになってるだけで、恐れに触れることを回避して逃げ続けて癒されるわけじゃないので、その何、終身刑の人は終身刑のままでいいんですよね。アジャシャンティのその音声に字幕入れてみんなにシェアしたやつがあるんですけど、アジャシャンティが素晴らしい人に会ったよって、もう彼はその終身刑って何回もその終身刑を言い渡されることできるらしいですね。例えば強盗10回やったりしたら、その終身刑が3回分ぐらいになるかもしれないね。もう終身刑っていうレッテルをいくつも貼られているような囚人だったんだけども、囚人なんだけども、その人光り輝いてましたって。まあその人が独房に入れられて、で独房の中で自分の全人生みたいなのがバーってスクリーンに映し出されて、それをありのままにその精霊と一緒に、まあ、見るみたいなことが、まあ、勝手に起こったわけですね。その時期が来たんで勝手に起こった。そしたら、ああ自分の人生のあのこともどのことも何もかも彼のせい、この両親のせいとかいうふうに何かのせいにしてたけれども、あ誰のせいでもなかったんだ、誰の責任でもなかったんだ。でそれが悟してもらった精霊によって分からせてもらった時に、こう光がふふって胸の中に入ってきて、でわーって愛が広がったみたいな。で、ああ私この愛が私だったんだ、全てを包み込んでいる、世界のことも他者のことも自分のことも
全部を包み込んでいた愛、あ、この愛が私だったんだ、気がつくわけですね。でその人依然として終身刑です。ダメダメ終身刑です。優秀な終身刑っていないと思うんだけどね、おそらく終身刑なんだから終身刑を言い渡された囚人なので、ピカピカの囚人じゃないんですよね、そのこの世的なあの概念で言うと、有能な終身刑っていないですよね。ダメダメ終身刑なわけですよ。ダメダメ終身刑が何か弁護士とそのやり取りして自分の刑を減刑させてもらって、終身刑じゃなくて懲役10年とかにしてもらって10年後に出れるとマシになった俺、この俺はもっと幸せになれるとかじゃないんですよね。ダメダメなままで今この瞬間救済を受け入れることが可能なんですよ。そのキャラクターの振る舞いとか人生の彩りとか財産状況とか人間関係って、その心が食材を受け入れることができる状態かそうじゃないかって関連してないんでね、その人生がどういう彩りかって関連してないんで、全然関係ないんですね。関係ないレベルで、それはすでに書かれてる、脚本はもうすでに仕上がってるんですね。だから変えようがないんですよ。明日必ず日は昇るんですよ。そして沈むんですよね、変えられませんよね。それと同じぐらい変えられないんですよ、私たちのその脚本っていうのは。なんか全身赤すりして、500グラムぐらいの赤が取れたとして何も変わってませんよね。赤は取れたかもしれないけども中身何も変わってませんよね。ピカピカな皮膚になっても、その赤だらけの皮膚だとしても中身変わってませんよね。その人の不平不満があるとして、不平不満を思う私、赤すりすれば不平不満が全滅するってないですよね。全くレベルが違うんですよ。っていうと、あらゆる各社が言っているところでは、ああ自分はダメなんだ、自分には脳がないんだ、私にはこれを超える力がなくて、でも神にはその力があるんだ、であれば私の無能さを受け入れきって神におすがりするしかないんだ、だからダメダメなままでいいんです。ダメダメっていうことを自覚してるからこそ神にすがり続けられますっていうことね。そう、コース学習者としては全く底辺中の底辺のレベルでそのままで神にすがればいいんですね、マシなコース学習者になる必要ないですよ終身刑は終身刑のままですよね。じゃあ何、お先真っ暗で幸せは勝ち取れないかって、いやいやあるんですね、終身刑なのに。死ぬその瞬間までその牢獄から出れないのに、幸せな夢を通してその神と完全なる一つの私に戻れるわけですね、自覚が戻れるわけですね、この繰り返しです、無数の訓練、これマインドトレーニングね、これをするからその即座に無駄な質問やめようってなるわけですよ。なんか無駄な質問をやらないように押し隠すとかじゃなくて、いっぱいその疑問、そのこの疑問を突き止めたとして、そのこの疑問に対する答えを突き止めたとして幸せにはならないな、じゃまともな質問の方がいいな、でそのまともな質問を一個すれば、ああなんだ、なんで早く思い出さなかったんだろうで平安が戻るわけですね、